おはこんばんにちは、ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。なあ、霊夢はブラック部活ってどう思う？ブラック部活？ああ、この言葉を最近知ったんだけどさ。学校で部活ってあるだろ？その部活動内で、生徒の人格を否定するような暴言や、体調を崩すほどの長時間拘束をする部活動のことを指すんだって。以前、NHK のクローズアップ現代で取り上げられていたわね。吹奏楽部顧問が生徒を罵倒したり、椅子を蹴ったりする音声が流されて、その実態が放送されていたわ。私はブラック部活に遭遇したことないけど、そういったことって体罰と変わりないと思うのよね。ああ、教育の一環とはいえ、部活のことで手一杯になるようなものは、かわいそうだと思っちゃうんだぜ。そういえば、ブラック部活といえば有名な事故があるわよ。事故？怪我とかか？怪我よりもっとひどいわ。女子高校生が部活動中に重度の熱中症で倒れて心停止し、その後重度の後遺障害で寝たきりの状態になってしまったの。女子高校生が寝たきり状態って、言葉が出ないんだぜ。なんでそんな事故が起こってしまったんだ？では今回は、2007年5月24日に発生した事故、兵庫県立龍野高校テニス部熱中症事故を紹介していくわね。では早速解説していくわね。ゆっくりしていってね。この事故の被害者は、当時高校2年生だった女子学生。以下、A さんと表記するわね。A さんは硬式テニス部のキャプテンで、部活動をとても熱心に活動していたわ。事故が発生した5月24日の部活には顧問は来ておらず、キャプテンだった A さんが顧問の指示を事前に受け、指示通りの練習を行っていた。生徒たちだけで練習していたってことか。なんで顧問はいなかったんだ？出張で立ち会えなかったみたい。顧問については、そういった事情で立ち会えない日を除いて、原則本県テニス部の練習に立ち会っていたそうよ。事故当時も最初の練習には立ち会っていたけど、30分ほどで出張に出かけてしまったわ。それにしても、生徒だけで練習は怖いよな。代わりの教諭にお願いすることだってできただろうし。このテニス部では顧問が毎日の練習メニューを決め、メモに書いてキャプテンに手渡していたというわ。事故発生日はちょうど中間試験が終わった日で、同日午前10時40分に全ての試験が終了した後、校内の掃除をし、A さんは自分のクラスの教室があった仮設校舎から別棟の管理棟内の職員室に行って、そこで顧問から当日の練習メニューに関するメモを受け取るとともに、当日の練習開始時間が午後0時から午後3時までと早くなったことについても指示を受け、そこからさらに北側の北校舎内の1年生の教室に向かったり、元の仮校舎に戻り、テニス部の部員らに練習開始時間が早くなったことを伝えていったわ。いくらキャプテンだからといっても忙しすぎるんだぜ。そうね。そのため A さんは昼食を取る時間がなくなり、お弁当にあまり手をつけられないまま部活の練習に出ることになってしまったわ。運動部だし、5月後半ってもう暑くなってきてるし、不安材料がいっぱいだぜ。ええ。さらに事故日が中間試験の最終日だったこともあって、A さんは同日午前2時過ぎに勉強を終えて就寝し、同日午前5時頃に起床して勉強した後、午前7時40分頃に家を出ているわ。試験日当日ってそういうスケジュールになりがちだよな。でも3時間くらいしか寝てないのは心配なんだぜ。それに昼食もろくに取れないときたら、熱中症になる可能性は十分にあるな。そうね。そんな状態のまま部活練習に入った A さん含む、1、2年生のテニス部員は、同日11時30分頃に学校を出発し、テニスコートに向かったわ。事故当時、いつも使用しているテニスコートが校舎の耐震工事のために使用できず、1、2キロほど離れた場所にあるテニスコートを借りていたの。1、2キロって言ったって、暑い中歩くのは体力を削られるよな。ええ。事故当時は気温が30度前後に達していたし、テニスコート表面温度に関してはさらに10度前後も高い状態だったわ。確かに、地面の方が熱くなるよな。しかもその暑さが足元から伝わってくるしさ。子供が熱中症になりやすい原因の一つでもあるだろ？背が小さいと地面に近い環境で過ごすことが多いから、地表からの熱を受けやすくなって体温が上がるっていう。うん。大人だって歩かずに地面に立っているだけでも熱を感じるでしょ？さらにその上で運動をするわけだから、誰だって熱中症の危険はあるわ。午前11時50分頃から練習が始まり、ウォーミングアップとしてランニングと体操を行った後に、2年生だけがテニスコートに入り、コート内での練習を開始したわ。この時2年生部員の多くは、コート内に入った際の日差しが強く、暑いと感じていて、屈
口々に暑いなぁなどと言っていて、かなりの発汗があった部員もいたわ。そりゃ暑いよな。コート内でまず基本練習が行われたんだけど、この練習の時に A さんは時間を計り、7種類のメニューを行うよう大きな声で指示を出していたわ。これについては、練習メニューの内容を知っていたのが顧問から練習指示を受けた A さんしかいなかったからよ。A さんの負担が大きすぎる気がするんだぜ。この基本練習が終わった午後0時40分頃から15分程度、8の字の手出しストロークを行ったわ。この練習は打ち手は常にサイドステップでの素早い動きを要求され、球出しや他の打ち手とのタイミングをずらさないよう神経を使うため、かなり負荷のかかる練習だった。さらに当日はコート内に球拾いをする担当がいなかったため、より一層負担がかかっていたというわ。私だったらもうこの時点で音を上げるんだぜ。この練習が終わった後、部員たちは午後1時頃から30分程度、ラリーを行ったわ。このラリーは続けるためのものではなく、実力が拮抗した者同士が組んで、相手に簡単には球を打たせないように打ち合うもので、実践的な練習だった。A さんは実力が上位だったから、この練習は他の部員に比べてよりハードなものだったと思うわ。実際、このラリーの練習の頃からふらつくことがあり、たまに追いつくのがやっとの状態にまでなってしまったの。途中でフェンスの方に行ってひざまずき、かなり辛そうにしていたこともあったわ。A さんのラリー相手だった K さんも、このラリーの練習は暑さと疲れのために相当しんどいと感じていたみたい。かなりハードな練習内容だよな。A さんはこの2年生部員の練習指導中にも、時折コート外にいる1年生部員に対する指導もしていたというわ。相当な負担がかかっていたのは言うまでもないわよね。自分もハードな練習に参加しながら部員の指導や指示をするなんて、誰よりもしんどいのは明らかだな。そしてこのラリーが終わった後、さらに30分程度のアプローチショットとボレーの練習を行ったわ。この練習は6人1組となって、1人がコートサイドからサービスライン付近に手で球出しをし、残りの5人がエンドラインから走り込んでアプローチショットを打ち込むという練習法ね。これまたきつそうな練習だな。その練習が終わった後、サーブレシーブラリーを行ったわ。合間に休憩などはなかったとされているわね。もうこの時点で練習開始から2時間ぶっ通しだろ。さすがに休憩を挟んだ方がいいんじゃ。確かにそう思うわよね。でも、この練習も30分程度で終了した後、今度はサーブ打ちっぱなしの練習に入ったわ。この頃の A さんは他の部員から見ても明らかに疲れている様子で、やめ、と静止されていたそうよ。それでも A さんは練習を続け、サーブの練習の後のランニングに入ったわ。時間で言うと、午後2時55分頃、A さんは走る前から苦しそうな様子を見せていたけど、早くは走らないので、しんどかったら休んどく。ペースはゆっくり走ります。と言って、先頭を走り始めたわ。この時のランニングペースは、歩いても追いつけるくらいのゆっくりとしたペースだったそう。2周目に入る時も、A さんは他部員にやめとき。と言われても走り続け、ついに2周目の真ん中あたりで気分が悪い、お腹が痛い、と悲痛を上げたわ。周りの部員たちは無理せんとき、と A さんを心配したわ。午後3時5分頃、A さんはしんどい、歩くわ。と言った後手をつかずに突然バタッと前に倒れてしまったの。部員たちは A さんに声をかけたけど反応はなく、体が引きつけを起こしているような感じで、目は半開きだった。相当ひどい熱中症っぽいな。急にバタッと倒れるなんて。A さんは最初はぜいぜいと呼吸していたようだけど、次第に息が途切れ途切れになり、少しの間息をせず、たまに大きく息をし、と唸る様子だった。救急車は？他の部員が体育館まで人を呼びに行き、職員2名らがグラウンドへ駆けつけ、救急車を呼んだわ。職員らは A さんの靴や靴下を脱がし、タオルを頭の下に敷いたり、他の部員たちは A さんのそばに立って日陰を作ってタオルで仰いだりして、救急車の到着を待った。心配なんだぜ。でも救急車に収容された A さんは、心肺停止状態になってしまったわ。A さんは低酸素脳症による遷延性意識障害により、意識レベルは JCS に20と低く、意思疎通の障害は最重度。四肢の髄運動もできないため全ての日常生活動作について全解除を要し、重度の摂食嚥下障害により経口摂取での栄養確保は難しく、食事は経管栄養による状態になったわ。いわゆる植物人間の状態だな。まだ若いのに、本当に胸が痛くなるんだぜ。ご両親も辛いだろうな。そうね。A さんのご両親は、
学校や教育委員会の対応に納得がいかず、裁判で争うことを決めたわ。この納得がいかなかったという対応だけど、顧問教諭はたびたび見舞いに来ていて、教頭先生も週に一度くらいのペースで来て、事故内容の確認などをしていたそうだけど、校長先生は事故直後に1、2回来ただけで、その後は全く顔を出さなかったそうなの。それで教頭先生を通して校長先生とやっとコンタクトを取れたんだけど、そんなのひどすぎるんだぜ。校長から事故の責任を負いたくないという意思がダイレクトで伝わってくるんだが。実際そうだったと思うわ。A さんのご両親もマリサと同じように感じて、裁判を起こすことを決意したの。この裁判では A さんが倒れた原因が争点となったんだけど、裁判所は本件事故当時に熱中症に罹患し、これにより重度の心筋障害が生じたものと認めるのが相当であると判断したそうよ。そもそも、顧問教諭が立ち会っていたら A さんはあんなに負担のかかることをしなくても済んでいたんじゃないか？それは立ち会い義務違反があったと原告側も主張していたわ。でも、A さんの様子が顧問教諭が出張へ行った後から身体症状に異常をきたしたことや、練習メニューは今まで部員たちが体に変調をきたしたことがなかった内容だったことから、顧問教諭に対し、練習内容を軽減し水分補給の指導をする義務はあったものの、それとは別に練習に立ち会うべき義務があることを基礎づける、上記特段の事情があるとまでは言えない、と判断され、裁判所は原告の主張を排斥したわ。すごい腑に落ちないんだが、でも裁判所の言っていることは間違いではないんだよな。なんとも言えないんだぜ。でも、最終的に顧問教諭には本件練習メニューを指示するに際して、各部員の健康状態に支障をきたす具体的な危険性が生じないように、指導しなければならない義務があったというべきである。と判断され、さらに熱中症の対策不足として、水分補給に関する特段の指導もせず、水分補給のための十分な休憩時間を設定しない形で練習の指示をしていたことが認められるとされたわ。したがって顧問教諭が義務に違反したと判示して、被告兵庫県に対し約2億3000万円の支払いを命じたそうよ。原告が勝訴したんだな、よかったんだぜ。それでも A さんが元気な姿に戻ることも、ご両親の心の痛みがなくなることもないし、この話を聞いている私もすごく辛いんだぜ。ブラック部活ってどうにかならないのかな。A さんのご両親は、学校や教育委員会の対応に不満を感じて裁判を決めたと言ったけど、実はもう一つ理由があるのよ。その理由は、娘と同じような事故を二度と起こしてほしくないという、切実な願いだったわ。学校側が事故時の状況をきちんと説明せず、対策も練ろうとしなかったから、裁判を通してこの事故を世間に知ってもらい、何よりも学校は安全第一に考えてほしいと訴えたの。インタビュー記事でご両親は、事実を教えてくれれば裁判は起こさなかったし、娘の介護に専念し寄り添えた、と述べられているわ。世間では金目的だなんて誹謗されたりもしていたそうよ。それでも裁判の準備を進め、各学校で熱中症への対策を真剣に取り組むきっかけを作ったのよ。その功績はとても大きなものだと思うんだぜ。A さんもご両親も、勝訴したからといって全てが終わったわけではないんだよな。でも同じ事故が起こらないようにという望みを持っていたからこそ、学校での熱中症対策が進んだことに変わりはないんだぜ。そうね。大人も子供も新型コロナウイルスの対策だけでなく、熱中症対策も怠らないようにしないといけないわね。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるからよかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。